はい、では今日は、自熟投資の整数回の個数についての話をしたいと思います。この範囲はですね、まあ、簡単そうに見えるんですけども結構難しいので、難しくて君たちがつまずいてしまうところを、まあ、ちょっと重点的にお話できたらなというふうに思います。でまた、ベレッセが行っている真剣模試っていう、全国模試があるんですが、その全国模試なんかでは非常によく問われる、まあ、確実に出題されるだろう内容になっていますので、それで手を落とす原因っていうのはですね、まあ、ほとんどが、まあ、この内容が分かってないからだということを、しっかり君たちが意識してもらった上で、内容を理解してもらえたらな、解けるようになってもらえたらなというふうに思います。はい、では早速1番からいきたいと思います。次の範囲に整数回がちょうど2個あるとき A の範囲を求めなさい。整数回って何のことを言ってるか分かりますか？例えばですよ、こう数直線があってさ、1,2,3,4こんな風にあったとして、まあもちろん0も5もあんねんけども、範囲がこっからここまでですよみたいな感じになってるとき、こっち黒丸にしてみようかな。はい、こんな範囲の中の整数回の個数っていくつでしょうかっていうと、この範囲の中の整数回の個数っていうのは、この範囲の中にある整数値ですので、0がこの辺にあったとすれば、整数は1と2と3の3つですよね。3つですよね。だから、この整数回は3個っていうふうに答えればいいんですよ。ね。3個って答えればいい。で、今回の問題は、この範囲にある整数回がちょうど2個あるときっていうふうに言ってるんですよ。でね、例えば、こんなときはどうでしょうか。ここが黒丸、0が黒丸で、こっから、2の場所で白丸やったとき。はい。このピンクの範囲の中にある整数回っていくつかわかりますか？整数回は0は含むやから0は整数回ですね。大丈夫？ 0 は整数回ですね。1は入ってますから1も整数回やね。2は白丸やから含まないですね。ってことは0以上2未満の中の整数回は0と1の2個やっていうふうにわかりますね。OK。この整数値上にちょうど範囲が来てるときっていうのは、ちょっとこんな風に気をつけて、含むのか含まないのかっていうのに注意を払って問題を解いていく必要があるんだってことを意識しておいてください。さあ、では行きたいと思います。1から A の範囲でちょうど2個になってくれっていう風に言ってるわけですが、わからないときっていうのは常に整数、この数直線っていうものを書いてみて、君たちは常に考えないといけません。1から A って書いていますから、1、2、3、4と、まあ、こんな風にこう続いていくわけなんやけれども、なんでこれが1からわざわざ書いたかっていうと、範囲が1からになってるからですね。範囲が3からなんやったら3から書くべきなんちゃうかなとか、範囲が5までなんやったら5から逆に遡って書くべきなんちゃうかなとか、その辺はいろいろ考えてくださいね。どんな数直線を書けば分かりやすいかってことです。さあ、そうすると、今回の範囲は1から1を含まないで、ビヨンと右側に伸びてるんですね。大きい。で、A は、もし A が1より小さかったら、この不等式すら存在しないので、解はもちろんないわけですが、解の中に整数回が2個になろうと思えば、どこに A あったらいいか。どこに A あったら、1は解じゃないですね。だって白丸やから。ってことは、A がいないといけないのは、2と3を整数回として認めてもらわないと困るわけや。2と3を整数回として認めてもらおうと思えば、こいつの折り先っていうのはどこになるのかっていうと、こいつの折り先は、当然、この辺に A として降りておいてくれれば、整数回の個数は無事2と3になって2個になりますね。整数回が2個になりますよね。というふうに、あ、A の場所って分かったぞ。3と4の間やわ。っていうふうに、A の居場所っていうのは割と簡単に分かるんです。簡単に分かるんです。ところが、まあ難しいと思っているのは、こういうところですね。A は3と4の間にいなきゃいけないなってことはパッと分かるんだけれども、難しいのはこっからや。ここで間違うんですよ。いいですか？3と4の間って言うけど、数学はもっと厳密なんですね。いや、A は3と4の間って言うけど、3やったらほんまにあかんの？ 4 やったらほんまにあかんの？って
ことをきちんと確かめないといけません。もしもこの A の範囲っていうのがビヨンと剥がして3にくっついていたとしたら、ビヨンと1から A がちょうど3の上に乗っかっていたとしたらどうでしょう。この範囲の中の整数解って1含まない、2は解、3はちょうど白丸として乗っかってるわけですから含まないですね。含ままで言ったらないやな。はい、だから2だけになっちゃうってことは、 A が3にぴったり来るときっていうのはあかんのやってことがわかりますね。これはダメなんだっていうことがわかります。しかし A の値がちょうど4になってるときっていうのは逆にどうでしょうか。逆にどうでしょうか。4までいったら3つになりそうやって思うかもしれませんが、ちょうどここが A なので、4の場所が A なので、4は含まないんですね。4は含まない。ってことは、1から1含まない、2と3と4含まないやから、ちょうど2個になりますね。こんな風に、間やっていうのはパッとわかるんだけども、3は OK なの？4は OK なのっていう厳密さを考えたときに非常によく間違えます。イコールの入れ場所を逆に逆さにしていたりっていうことが、多く見られますので、その辺は気をつけてください。したがって答えは3より大きくって4以下なわけですね。4を持って下やな。以下。一応、まあ、数学的な言葉ですね。これを持って、下ですね。4を持って、4も含めてっていうんです。4を持って下。これは3より大きいですね。もしも、3を含みたいんやったら3以上っていうふうに言えばいいし、4を含みたくないんやったら3より大きく4より小さいっていうふうな言葉を使えば、言葉的には統合のあるなしっていうのが表現できます。さあ行きましょう。じゃあ括弧の2番です。括弧の2番は、先ほどと同じ1から A なんだけど、 A にイコールが含まれています。もう分かったよね。多分自分でやってみたら分かると思うんですが、1,2,3、こうなっていたときに1からにょっきり生えて A の居場所っていうのはこの辺に来てくれないと困りますよね。この辺に A がいないと困るっていうのは分かるかと思います。しかし議論になるのは3乗に来てるときはどうなのかっていうときと、4乗にいるときはどうなのかっていうところが議論です。3から A は4やっていうのは速攻で分かるんですが、3の時はどうなのか、4の時はどうなのかっていうところが難しいところですね。はい、今回の答えはもう皆さん考えたら分かったでしょうか。4だった場合、2と3と4の3つが解になっちゃいますね。だから4は入れられない。3だった場合、1含まない、2は解、3は黒丸で含むわけですから、もしも3だったとしても大丈夫ということから、3以上4未満っていうのが答えですね。3以上で4より小さいっていうのが答えになります。OK でしょうか。はい、では続いて3つ目のパターンです。3つ目のパターン。1以上4以下であり、はい、この中括弧っていうのは前回の授業でもやってますが、連立のマークやな。連立のマーク。はい、連立のマークです。連立のマークの意味は何を意味しているのかっていうと、上に書かれてある、なおかつ下に書かれてあるってことやんな。普段やったら1から4で2から5やったら共通部分は何ですか？1から4で2から5やったら共通部分はこうやって書いてあるね。1から4、2から5みたいな感じで引いて、ああ、共通部分、2と4の間やな、みたいな感じで出したよね。はい。あの感覚と同じです。ああいう感覚のことを、この問題でしなさいって言ってるわけなんですが、はい、よく見ましょう。1から4は簡単に書けそうです。1から4は簡単に書けそうですね。1,2,3,4。まあ一応5も書いておこうか。こっち側も0も書いておきましょう。はい。こうやって書いてるときに、片方の解は簡単で黒丸の1以上4以下だっていうのはよくわかりますね。ところがもう片方の方は A から A になってる、これさっきもそういえば A になっとったな、でももう片方わかるしなっていうことで1から A みたいなことを書いたわけやけども、今回よく見てもらうと A から A+3 ってなってますね。両方と
分かれへんねん。あれ？どこにあるんやろっていう状態になってるわけですね。困ったでしょ。イメージはこんな感じやん。A から A たす3っていう、白丸白丸のこういう傘になってるわけやけども、この傘がどこにあるかわからないんですよ。どこにあるかわからない。で、今回ちょっとそのパターンをよくよく考えてみてほしいんやけども、こいつとこいつを重ね合わせたときに、ちょうど2個にならないといけないんですよね。ちょうど2個にならないといけない。さあ、どこかわかるかな？ちょっとここでヒントなんですが、そもそも、2つ傘、こんな風に傘が2つ、こいつのことを傘って呼んでますが、こう傘って呼んでますが、2つの傘の位置関係って3パターンしかないですね。1つ目のパターンっていうのは、そもそも2つの傘が、こんな風に離れてるときですね。離れてるとき、ちょっと白丸黒丸はもうどうでもいいので一回置いておきます。位置関係の話ね。こんな風に離れちゃってるパターン。で、もう一つは、もう片方の傘が、片方の傘とちょうど重なっている、重なる部分があるパターンですね。重なる部分があるパターン。そして、最後のパターンっていうのは、まあ、細かく分けるとまだあるかもしれませんが、片方の傘の中にもう片方の傘が含まれちゃってるパターンなんていうふうに大きく分けるとこんな3つかもしれません。細かく分けると片方の傘と片割れともう片方の傘の片割れがちょうど重なってる時とかっていうのもあるかな。細かく分けるとね、細かく分けるとそんなふうにあるんだけども、イメージとして持たないといけないのはとりあえず大きくはこの3つですね。さあ、ってことは2個にならなあかんっていうふうに言ってるんやけど、どう持つ可能性があるか、どんなふうに2個を持つ可能性があるか。一つ目としてはこういうふうに、こういうふうに重なって1と2が解として認められるパターンですね。もしくはこっち側にこんな風になっていて、ちょっとこのこっちの場所は分かりませんが、どこでもいいね。重なっているこの共通部分の中に3と4が入るパターンが考えられる。まあもしくはこんな風に重なることによって2と3がちょうど2つの解として認められている可能性だってある。こんな3パターンぐらい考えたらうまいこといくかなというふうに思うんですが。ちょっとここで皆さんの頭を、より整理するためにですね、一つだけヒントを与えます。そのヒントとは、A、A たす3。両方ともわからないんだけど、これ一つわかってることがあるんですね。何かわかりますか？一つわかってることがあるんですね。こっちは A でしょ？こっちは A たす3でしょ？ってことは、わかってることっていうのは、はい、ここですね。この幅です。A から A たす3の幅って必ず幅3ですよね。3の幅やん。3の幅。ちょっとイメージつきにくいよな。3の幅ってことは、例えばこの0の手前から生えていたとしたら、ここから行くと、例えば0から生えてたんやったら、0、1、2、3まで行くはずやね。0の上にちょうどあったとしたら、ここまで行くのが3の幅やね。ちゃいます？だって3足すんやから、0から0足す3で0から3になりますよね。はい、こんな風にだよね。はい、まあ先生は大体なんとなく目星ついたんやけど、左側のこの1と2を共通解として持ちたいのであれば、ちょっと一回消しますね。一度動画を止めて考えてくれていてもいいと思います。幅が3やから困りましたね。幅が3やから左側の2個やから、この1と2が解として認められようというふうに考えるのであれば、どんなふうにこの傘がね、
重なっている可能性があるのかというと、H2 をなんとか認めるためには、この A たす3がギリギリこっちから乗らなかったな。A たす3がちょうど2の上に乗っかっていたとしたら、こっからこっちってやったらさ、ほら、共通部分の中に2が含められなくなるでしょ。ってことは、一つ言えることっていうのは、A たす3は2の右におらなあかん。ここら辺に A たす3はまずおらなあかんってことがわかりますね。わかります。そして、そっからにょっきり生えて、ずーっと左に行くわけですが、左の範囲っていうのは、もうこれどこでもいいわけですね。だって、まあ、幅は3なんやけども、幅は3やけども、まあ、どっかに突き刺さってもどこでもいいね。そこを気にするわけだから、気にしないといけないのは、2より右に寄らなあかんなっていうのを気にしなあかんな。大丈夫ですか？大丈夫ですか？ってことから、一つ言えること。2よりも A たす3の方が大きくないといけないなっていうのは絶対に気をつけないといけないことです。そして、その次ですね。その次は、この幅がずっとこっちに寄ってくるわけですけれども、A たす3が例えば3の時やったらどうなるんや。 A たす3が3の時やったら、3の時やったら0から3になりますよね、範囲はね。うん。でも3は解に含まないんだから、やっぱり整数解はちょうど2個になるので3も OK だな。 A たす3は3も OK ですね。だけどさ、A たす3のこいつがちょっとでも3よりこっち側に来ちゃった場合、この辺から生えてくるかな。こっち側に来ちゃった場合どうなるでしょう。さっきまでのは全部 OK やったんやけども、3より右から生えてきちゃうと、整数解の個数は1と2と3全部整数解になりますね。3つになっちゃうから、これはまずいっていうことで省かないといけない。したがって A たす3は3になってもギリギリ OK なんだけども、3よりちっちゃくないとあかんねや、3以下じゃないとあかんのやってことがわかるかと思います。はい、これ一つ目ですね。1と2が解になるパターンですね。じゃあその次は、じゃあ同じように考えると、3と4やったらどうなるのかと。3と4やったらどうなるのか、2と3だけの解やったらどうなるのかってことを、順番に考えていったら答えになります。はい、ということで先ほどの話を整理すると、次のようになりますね。1と2が解になってくれる共通解として選ばれるときっていうのは、右側の A たす3ですね、範囲のこの A たす3の位置を気にしないといけない。 A たす3の位置は2と3の間にあればいいんだってことで、こっち A の場所はどこでもいいね。もうだって幅3やから、こっち側の幅はクリアしてこっち側に行っちゃいますから、共通の必ず持ってくれますね。なのでそこは無視して、 A たす3が2と3の間にいないといけないんだけども、2の時はダメで3の時やったら OK やかな、ギリギリ OK ということで、この等式を解いてマイナス1から0、以下ということになります。続いて2つ目が、今度は1と2じゃなくて3と4が共通解に選ばれる時っていうのは、ピンクの傘が、次気をつけなあかんのは A の場所ですね。A の場所が2と3の間にならないといけないんだと。 A の場所が2と3の間にならないといけないんだけど、3やったらあかんのかい、2やったらあかんのかいってことですが、この傘自体が白丸なので3の上に来ちゃったらさ、白丸で3覗いちゃうよね。だから3はダメなんだけど、2の上に来てる時っていうのは、2やったらちょうど5まで来るんかな、傘はね、幅3やから2から5まで来ると思うんですが、2の時っていうのは2は含まないので大丈夫そうですね。したがってこちら側にイコールが入ります。はい、1つ目の答えこいつ、2つ目の答えこいつ、そして最後3つ目です。3つ目は何かっていうと、ちょうどこの中に傘が、こうピンクの傘が入っちゃって2と3が解になってる時っていうのを考慮しようというふうにしたんですが、幅が3なんですよ。幅が3、ちなみに1と4の幅はちょうど3ですね。ちょうど3ですね。ってことは、このピンクの傘とこの白の傘っていうのはぴったりこう動かしていくとぴったり重なるんです、幅3やから。ってことはちょうどこの上にぴったり重なっているときは、
整数解の個数っていくつですか？1は含まないですね、共通部分。だってこっち白丸やん。4も含まないですね、共通部分ね。ってことは、共通部分の中身は3と4がぴったりちょうどやな。もしもこれちょっとでもこっちにずれてこんな風になったとしたらまずいですね。共通部分に1が含まれちゃいます。1と2と3の3つになるな。もしもちょっとでも左側にずれちゃったとしたら4のこっち側に来るんかな。共通解は2と3と4になっちゃうのでこれまたまずいですね。したがってぴったり上に乗っかるときのみ今回は OK だ。ということから A の場所は1で A たす3の場所は4。 A の場所が1で A たす3の場所が4。これ当たり前やね。 A が1なんやったら足して3足して4になんねんからこっちがいいだろうな。はい、よって正解です。正解はこいつとこいつとこいつが正解なので答えまとめると1から3まとめると、マイナス1から A は0以下か A イコール1か2から2以上 A は3未満のいずれかが、いずれかというか どの範囲であったとしても整数解はちょうど2つになりますよっていうふうな話ですね。はい、以上になります。